はい、札幌占い病室、ハイマカシの後藤です。今回はパーマをかけたいということで、髪質が結構かかりづらい直毛なので、パーマは1回じゃかかんないみたいなんですね。で、結構時間かかりますか？そうじゃないですか？結構かかりますね。時間かかりますか？はい、それで、多分かけてもかけ直しとかします？します、ね、やっぱりね、髪質がちょっとやっぱりまっすぐなろうっていう、あのストレートのね、まっすぐな性格なので、ちょっとストレートの髪で綺麗なストレートの髪なんですが、履歴としてはここにカラーをしてるということでです。なんかかかんなそうな感じがします。で、少し前髪を今回作りたいということなんで、今バングがちょっと長いんですけど、これをちょっと長さを切っていいんですもんね。パツンと切っちゃって、はい、どうですか？はい、はい、だいたいでも美容室行ったらパーマとかどれくらいかかりますか？カットとパーマしたら時間ですか？はい、だいたいどのものですかね、普通の美容室。3時間くらい？一応3時間は見て、おいてくださいっていう。そうですね、3時間くらいですね。そうだよ、それを1時間半でやります。多分かかんないので、多分3時間ちょっとかかっちゃうパターンも多分きっとあると思うんですけど、それを1時間半でとにかくやっていきたいと思います。今日こんな感じの長さにしていきたいということです。ですので前髪がまず長いので、その辺を切っていきたいと思います。時間がないのでちょっと急いでやります。かなり久々版前髪ですね。ですね、かなり、はい、2年ぶり。あ、結構、はい、相当ですね、はい、この辺でちょっとバングをカットしていきます。はい、で、アルツーセニングでちょっとレザーカットの感覚でちょっとまずはラインを決めていきたいと思います。ですので、まあ、この辺で僕の場合はまあ探る、まずはまずは探って、どんなもんか。あれ、これはなんか止めてた？あ、止めてたあです。あ、そうだね。で、シャンプーは後でします。ちょっと、通常は最初するんですけど、1時間半で入れる場合はそういう感じになりますね。それ、なし。で、イメージしてはどういう風にこの毛束をどう切りたいのかっていうのを自分でイメージして、この毛束がどう収まればいいのかっていうのをまずニュアンスで気持ちできるみたいな感じですかね。型にはまらないで、でそれからベーシックというか形を作っていくような感じにしてるんで、まずガイドライン、ちょっとイメージカットっていうのを先にします。この辺ですね。こういう外になる感じで大丈夫ですか？はい、こういう感じ。はい、ちょっとここを、はい、R2 でカットします。こっち側に入れたい。はい、で今度こっち側もここでこう、はい、ここのウェイトちょっと上げます。ここを今2センチちょっと上げてみます。右と比べたら若干上がったと思うんで、もうちょい上げます。アルツセニングはそぎというよりはライン切るハサミなので、ラインぼかしながら切るって感じで、空いてるってわけではないですね。結構見てる方は空いてるだけじゃんと思われるかもしれないですけど、空いてるっていうわけではないです。はい、でここ今 2.5 センチぐらい上げます。これで上がった感じですね。これでウェイトが上がります。で、だんだん雰囲気が近づいてくる。で、襟足は結構長くてもこのスタイルいけるかなと思うんで、あとバックですね。バックはちょっとわからないんですけど、なんとなくイメージで。で、今、このバックのところがベターンってこうなってるんで、あまり重さ、あまり位置上げない方がいいんですけど、もうちょっと上げようかなっていう感じ。この辺まで。この辺まで上げます。こんな感じですね。下はちょっと後で揃えるとして、なんか上から見てひし形に切ってる感じが僕はイメージ受けたので、上からひし形なんで、ちょっとこの下見てもらっていいですか？こういう感じに切ってる気がしたんですね。っていうことは、ここがちょっとここのウェイトを上げてもいいのかなって気がしてて、センターはあんまり上げないんで、ここを上げる
ちょっと軽さを出すって感じですね。なのでこういう感じでちょっと切りたいと思います。なのでまずこのちょっと最初は仮切りなんでちょっと雑な感じしますけど、ここのポイントですね、ここのウェイトをまずちょっと上げちゃいます。はい、ちょっとえっと思うかもしれないですけど、いいんですこれ。そこからあの綺麗につなげていく感じなんで、まずはここを切ります。で今度はちょっとぐるぐる回してほしいんです。でこの収めたいここをリフトして、ここも3センチぐらい上げてますウエイト。でこれで大体全体のウエイトバランスはもう作れてるんですね。あとはこれをつなげていくだけです。この段階で、アイロン入れます。ちょっとこのざっくり切っただけなんですけど、でアイロン入れてイメージを作っていきますね。なんとなくアイロンをちょっと入れてイメージを作りながら、そのなりたいイメージをここでお客さんと共有して、あ、こういう仕上がりになるんだなっていうのを一回見せます。で多少のズレは多少出ちゃうんで、後でまあ調節をします。でもね、意外と出ないんですよね、そんなに。それも想定してカットしてるんで、前髪失礼します。こういうところはちょっと癖は取った方がいいですけどね。ちょっとピンで止めてた跡があるんで、で、ちょっと前髪を。でも結構アルツのセニングはあの普通のセニングと違ってベースカットできるように削ぎ率がちょっと設定されてるんで結構使いやすいです。まあ、僕は結構もうずっと使ってるやつなんですけど、結構ねニュアンスのカットっぽい感じなんで難しいと思われがちなんですけど、かなり覚えたら簡単なので、どんなスタイルも怖くなく切れるんで、あの応用が効くと思います。まあ、これでウェイトだけ合わせるだけでもそれなりになるんですね。なんかそれなりになってますね、なんかこんな感じ。前髪の先端がちょっと重いので、ちょっとここから切ります。まず前髪のこの角を切っていきますね。引き出して、ショーバルタンでここを削る感じですね。こういう感じでこの角を削ります。これはもう皆さんやられてる感じでいいと思う。反対側に持っていって削る感じなんで、こっちにオーバーダイレクションさせてこの角を取ってこういう風につなげていくって感じですね。はい、でちょっと前髪の奥行き出したいので、このセンターのところを V ラインに、縦長の V ラインに取ってあんまり広く取らないようにして、ここのウェイトが上がっちゃうので、はい、ここを三角形に取ります。で三角形に取った前髪のところをちょっとつなげていきますね。はい、こんな感じ で少し軽さ出したいにちょっと上にリフトした状態でもう一回切ります。これでちょっとした段差がこのリフトした分エレベーションした分、ちょっと軽さが入ります。でここの癖は後で取れると思うんで、ちょっとエレベーションさせた状態でちょっとこうとショーバルタンでちょっとアロを作っていきます。で前髪カール入れるのでちょっとまあ長めぐらいに設定していこうと、結構大人っぽい感じが似合いそうなんでちょっと長めの設定にします。はい、で、ここからガイドなんですけども、先ほど切ったガイドラインを敷くと一回ここで見るんですね。でひし形にこう切ったと思うんですけど、ここで自分がどうやって切るかっていうのが初めて見えてくるんですけど、ここに答えがあるんですよね。ちょっとね難しいかもしれないですけど、この自分がなんとなくニュアンスで切ったところをもうあと 点をきれいにつないでいくだけなんですね。わかりますでしょうか。ガイドは感覚で作ったのをあとはきれいに点でつなげていくっていう作業をちょっとします。そうすることによってここがきれいにこう今つながったの、わかりますでしょうかね。ここがきれいにつながりました。